月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。はい、皆さんこんにちは、マダリグルフィッシュです。では今回はアーツバイアンをガンダム1年戦争モッドジオン軍プレイ続きを行っていきたいと思います。前回までにですね、ヨーロッパ周辺、この辺りまで、勢力圏を広げてまして、今世界地図出してますけども、赤いところがジオン軍、ブルーのところが連邦軍ということで、もう連邦軍はですね、オーストラリアと、東南アジア、中国、ロシア、日本、この辺りしか勢力を、ね、保ってていないという状況まで追い込んでいます。今回はこれらの地域に、ね、一気に軍を送り込んで制圧を進めていきたいと思っています。あと宇宙の方なんですけども、依然としてですね、ルナ2の守りが固く、周辺の制海権が取れていないというこんな状況です。なので艦隊をですね、サイド6からルナ2周辺に集中的に配備して、このサイド6からルナ2に強襲上陸をかけるという作戦を立てていきたいと思っています。まあ、ただルナ2への進行ルートとして考えているサイド6なんですけども、まだ我々の陣営に完全に参加していないという状況なので、まあ、このね、状況を打開するためにも、サイド6に含めた各コロニー、各サイドには外交的圧力をガンガンかけているという状況です。なのでこのまま、なんとかね、押し切っていければいいかなというふうに思っています。ではこのまま時間を進めていきたいと思います。まあ、さらにズゴックの部隊をですね、今日本海の方に配備を進めていまして、中国大陸を横断して朝鮮半島までたどり着いたらですね、九州長崎に今地球連邦軍の本部がありますので、ここに強襲上陸をかけて一気に、ね、地球連邦軍の本部を取っていければいいかなというふうに思っています。サイド6は我々の入港権を拒否しましたね。そうか、なかなか手強いですね。そうなると宇宙侵攻作戦、まあ、残された連邦軍の拠点、ルナ2の攻略がね、ちょっとうまく進んでいないっていう状況になっちゃいますね。まあ、その他で言うと順調です。ではこのまま時間を進めていきましょう。一応カスペン、新松永、これらの部隊を、まあ、ロシアの方から進行させてます。なんとかここをね、うまくスピーディーに進行してくれたら、インド方面から進行しているガイア、そしてシャア、この部隊もね、うまく使って一気に東南アジアをね、手中に収めていければいいかなというところですね。もう敵はほとんど展開していない状態ですね。もう残された連邦軍の師団の数20そこそこというところだと思うので、まあ難なく進行はねしていけるというふうに思ってます。はい、一部の部隊は中国大陸のね、一番端っこまでたどり着きつつありますね。ただ散発的にではあるんですけども、連邦軍の反撃があったりしてですね、少々手こずっている状態なので、しばらくの間は今の状態を維持しつつ、散発的に抵抗してくる連邦軍をね、潰していきましょう。ではここから東南アジアですね、ベトナム、ラオス、ミャンマー、インドネシア、まあ、タイ、フィリピンと進行ルートを広げて、おそらくですね、連邦軍長崎の後、このオーストラリアの方に移ってくる可能性あるので、オーストラリアに進行できるための共闘砲を確保していきたい、そのように思います。もちろんね、今拠点のある九州長崎を目指して、部隊も進めていきます。敵の抵抗も決してね、厳しいものではなくなってますので、ここは数を頼む、一気に押し込んでいきたいと思います。宇宙の方はですね、依然として サイド6が
我々の陣営入りを決断しないという状況なので、サイド6からルナ2への進行作戦がねちょっと頓挫してしまっている状況ですけども、連邦宇宙軍のね解体を目指して積極的に艦隊は動かしていきたいと思います。はい、ここで連邦軍が降伏してきました。九州に上陸する前ですけども完全に朝鮮半島までたどり着いたところで連邦軍が降伏を申し出てきています。まず備蓄装備 50% を我々の方に供出してますね。61式の戦車、これが31,000個、すごい数ですよね。歩兵装備が184,000個、その他合わせて254,000の装備を我々の方に供出してきています。この中にはガンキャノンとかも含まれてますね。あとはガンダム RX78、 ガンダム120個、まあ、120機かな。ガンタンクが5機、その他ビームサーベルとか、まあ、モビルスーツの、ね、装備系、こんだけたくさん手に入れています。では降伏の条件確認していきましょう。まず州の傀儡というところですけども、この先進める続けるかというとちょっと微妙ですけど、まず宇宙ですね、ルナ2、これは完全に我々のものにしたい。その他でいうとね、どこだろうな、まあオデッサ近辺はね我々のものにしておきたいですよね。すべての州を割譲というのはさすがに無理だと思うんで、ヨーロッパ一帯は我々のものにしておきましょう。はい、では終戦協定結びました。結局ですね、完全勝利という形で連邦軍はほぼ解体しましたね。ルナ2も我々のものになってます。でコロニーですね、サイド7含めたコロニーはそのまま、まあ我々のね、方向に組み込むことはせず、コロニー各サイドとして、独立を維持させています。まあただ、地球連邦はね、事実上消滅したというところですね。マップ上どこ見てももう連邦軍の青い領土はないというところです。はい、というわけで今回はこのガンダム一年戦争モッドプレイしてきました。ルートとしてはですね、まあ、今回のゲームの、まあ、コンセプトでもあったこのサイド共栄圏をね建設しようということで、行ってきたんですけども、まあ、残念ながら各コロニーが我々の陣営に最終的に参加することなく連邦軍をね、倒すという結果になりました。で実はリハーサルで何回かやった時はですね、いくつかのコロニーだったり月面都市ホンブラウンがサイド共栄圏の陣営入りをしてくれて連邦軍と一緒に戦ってくれるっていうね、連邦軍に対して一緒に、ね、戦ってくれるっていうパターンもあったんですけども、本編として今回ね主に実況プレイしてきた中では残念ながらそういう方向を見出せなかったというのがねちょっと残念かなというふうには思います。では今回はねここまでにさせていただいて、ハーツオーバーやフォーはね、また引き続きいろんなモッドを入れたり、あるいはオリジナルでプレイしたり DLC を、入れたりとかしてですねプレイはしていきたいなというふうに思いますので、こんな面白いモッドあるよとかですね、こんなコンセプトでプレイしてみたらどうかとかですね、そういうご提案とか企画の持ち込みとかいただければ大変嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。